エゴイストジャム。エゴイストジャム、大島の清水大地です。さて、今回は伝え大地くんゲストにお迎えしております。どうもこんにちは、こんばんは、伝え大地です。よろしくお願いします。インタビュー第2弾と、はい、なっております。はい、さあ、さて、ここからはですね、はい、楽曲の制作、はい、いろいろお話をお伺いしていこうと思うんですが、はいはい、まずね、はい、まあ、第1弾のお話の中でもありましたけども、はいはい、もう詩からも作れるし、はい、っていうお話ありましたけども。そうですね。どんなスタイルが多いんですか？第1弾インタビューの時に、うんうん、まあ、もともとは歌詞が先で、うん、それに曲をつけるスタイルだったんですが、うんうん、いつの間にか、うん、まあ、メロディーが先で、うん、それに歌詞を乗っけていくというスタイルになりました。うん、メロディーですか？コードじゃなくてメロディーの方が先ですか？僕はですね、うん、最初どうするかっていうと、うんうんうん、まあ、ギターを持って、うん、まあ、適当にコードを弾いていくんですよ。うんうんうん、でそれにつれて、なんかハンハンハンみたいなのとか、鼻歌とかでね、鼻歌とかで、なんか歌ってて、うんうん、あ、これ、このメロディー気持ちいいなってなったら、うん、それを広げていくような感じです。はぁー。コードから先っていうよりかは、もうほぼ同時ですね、コードとメロディーが。あー、なるほど、なるほど。はい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 。それで作りますね。で、そこから、まあ、それはどのあたりですか？そのイントロとか、A メロとか。いや、もう A メロ、B メロ、サビ。作るのが基本です。あ、順番に順番に、なんか、まあ、そういう人多いんじゃないかなと思いますけど、うん、まあ、もちろんサビがバーンってできた、あ、これサビっぽいなっていうのができる時もありますけど、はい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 、まあ、そっちの方がメロつけるのが難しいですね。うん、あ、そう、はい、だから順番に作った方が、うん、なんか自然な流れになるような感じします。なんかそのサビが先に、まあ、そういう曲もありますけど、うんうんうん、サビが先にできるとなんか、うん、結構 A メロとか B メロが取ってつけたような感じになるっていうか。そうなんですね。なんでかっていうと、その A メロから、おーおーおー、あ、この A メロだったら次こんな B メロになっていうのが、まあなんとなく、あ、なるほどなるほど、流れでこう、はい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 、はい、まあ、自然になるような感じします、ね。あ、そうなんですね。なんかその感じ。まあ、もしかしたらシンガーソングでもサビから作る人いるのかもしれないですけど、うん、まあ、僕はそんな感じで、なるほどね、広げていって、はい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 、で1コラス作って、うん、で2コラス作って、うん、じゃあ、あの、じゃあ C メロ作ろうかなとか、はい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 、まあ考えてて、うん、作る時っても机に向かってとか、よし作ろうと思って作るんですか？あの、その様々で、うん、まあ、結構歩いてる時とかに浮かんだりする時があって、その時はボイスメモに撮りますけど、でも最近は、うん、まあ、その時間もあんまないので、うん、今日は作ると、うん、決めて、うん、まあ3時間ぐらいずっと作っては撮り、あ、じゃあもう次やなって言ったらまた違う曲を作り作りっていうのをバーってやります。あ、ストックをいっぱい作るみたいな感じで。はー、なるほど。で、例えば、まあ、誰か様の曲を、うん、なんか曲提供とか最近ちょいちょいしてるんですけど、そういう時は、うん、まあ、それを先に優先的にどんなんしようかなと思って作ってですね。でそういう時は歌詞が先にある場合があるので、うん、そういう時は久々にその歌詞に乗せるスタイルになったり。なるほど。でも自分のやつはほぼほぼほんまに歌詞先じゃなくなりましたね。あ、メロディーとコードが先ですね。はい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 。でそのコードとかメロディーを、うん、あ、これどんな歌詞が合うかなっていう感じ、うんうんうん、で、うん、まあなんかテーマがあのテーマで、うん、歌いたいことが見つかって、あのメロディーにこのネタやったらネタがテーマやったら合いそうやなと思って、うんうんうん、まあそれに合わせに行くみたいな感じです。ああ、なるほどね。はあ、はあははあ、なんかこうざっくりなコンセプトみたいなのも先に作ったりするんですか？あ、それを結構歌いたいことっていうのがある時もあれば、うん、なんか出てきたフレーズっていうか、なんかちょっとだけのなんか言葉があって、これそれの通話について歌いたいとかあるんですけど、うん、まあ、ただ最近は心動かされた事柄をやっぱ歌にしてますね。どういう時に動くんすか？まあ僕のその一番新しいアルバムで、うん、あのめでたいちっていうアルバムがあるんですけども、うんうんうん、そうですね、はい、それはあの僕の友達とか後輩とかの、うん、あのウェディングソング、あの、うん、僕がその披露宴に呼ばれて、はいはいはい、余興させてもらう時に、うん、披露する歌ばかりを8曲収録してるんですけど、はいはいはい、そういう時はやっぱりその人たちを祝福する、うん、その人とその2人のためだけの歌、うん、っていうことで歌詞書いてますし、うんうんうん、だからそれはやっぱり おめでとうっていうそういう感情の動きがありますし、うんうん、
あとはなんかこう、まあ、その失恋の歌もそうですし、心そういうなんかネガティブ方向か、ポジティブ方向か別にしてそういうこともありますし、はいはいはい、あとは、まあ、ママっていう歌があって、うんうん、この歌はあの僕の後輩の、うん、あのシングルマザーの友達のことを歌ってるんですよ。シングルマザーの友達が、うん、あのまあ、子育て一人でやるのってほんま大変だと思うんですけど、うんうん、まああのまあめげずにというか下向きに、うん、で僕らの前では明るくしてるって、うんうん、そういう姿にグッときて作った歌なんですよ。はあ、うんうん、例えばそういう心の動きとか、はい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 、昔その大学の時代にユニットでやってた時は、うんうん、まあ、その女の子を歌うってことで結構フィクション感というか、はいはいはい、まあ、例えばサプリっていう歌は、うん、あの社会人の新社会人というか、うん、になりたてのなんか、うん、あの OL の歌っていうか、はいはいはい、OL っていうかビジネスパーソンっていうんですか、はいはいはい、だからその、そういう女性の日常を僕は、うん、大学生の僕が想像して、うん、作った歌だったりだとか、あだそういうのも昔はあったんですけど、はいはいはい、今は自分が思ったこととか、うん、経験したこと体験したこと、うん、考えたこと、うん、そういうのが元じゃないと、うん、なんか歌えなくなってるというか、はあ、じゃあ結構リアルなんですね。いやリアルですね。いやマジでそう思ってるから歌ってるみたいな。はあ、なるほど。っていうのは想像とかイメージとか空想とかそういう感じじゃないですね。そうですね。まあなんかそういう風に作っていくっていうのもバリエーションとしては別になしでは全然ないと思うんですけど、うんうんうん、今の僕はやっぱり自分がダイレクトに感じたことを出すっていう、うん、ああでもだからやっぱより身近に感じるのかなとは思いますね。なんかそれは途中で変わりましたね。おうおうおう、昔はのグレープバインって僕の好きなバンドの、はいはいはい、うん、そのグレープバインというバンドの歌詞はすごくなんか文学的というか、うん、はいはい、まあ本当本意は何を言ってるのかよくわからないみたいな、うそうですよね。ちょっと掘り下げて掘り下げないといけない、結構なんか読んで、ね、あのこうこれはどういう歌詞なんだろうって考えながら、まあ読み解くならばですけど、はいはいはい、そういう歌詞なんで、うん、僕は昔そういうの憧れてて結構ひねったりとか、うん、はいはい、なんか結構ぼやかして書いたりとかしてたんですけど、でも僕が今したいのはやっぱり、うん、あの伝えること伝わることをやっぱり重視するべきだと思ったので、はいはいはい、そういう歌詞好きなんですけど、うん、でも僕はやっぱり実作者として作るのはやっぱそういう歌詞じゃないなと思って、あ、まあ、もちろんその陳腐になりすぎないようにもしますけど、はいはいはい、そんな小難しく書くってこともあんま最近しなくなったような感じ。あ、なるほどね。まあみんながね分かりやすいような感じの歌がやっぱりみんなに伝わるなっていうのと思うので、なんか僕最近そのバーって街で歌ってたりとかして、うん、その明日の風が吹く頃にはっていう歌があって、うん、これはもう今日あんまりいいことがなかった日も明日には風向きが変わっていい日になるじゃないかっていう、そういう願いを込めて作った歌なんですけど、そのサビの最後にほら光が差しているっていう歌詞があるんですけど、僕がある時歌ってて、その歌詞歌った時に本当に光が差してほしいなっていうか、あーなるほど、絶対明日は光差してるよって本当に思えて歌えた瞬間があって、ほうほうほう、あこれ俺嘘歌ってないわと、ほう、本当にそう思って僕は作ったし、本当にそう思って皆さんに歌えてるなって思えて嬉しかったんですよ。はあ、なるほどなるほど、だから嘘偽りない僕の本当の気持ちがちゃんと歌えてると思って、うん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 、聞いていただいてる方々のその明日へのエネルギーになってもらえたらなって、うん、ああなるほどね。そうなるとあれフロアもちょっと意識はしたりします？あ誰かのためにとかこの人たちのためにとか、いやありますよ、ありますし、うん、もう来てくれてる方々のもちろんためにっていうこともありますし、うんうんうん、なんかその先ほどめでたいちの話じゃないですけど、うん、なんかこの作り方が正しいのことがわからないですけど、うん、なんか僕特定の人に、うん、個人に向けたすごいパーソナルな歌の方がなんかパワーがあるというか、あーなんかはいはい、わかりますわかります。だからママっていう歌もその後輩のために作ったんですけど、うんうん、でもやっぱり今聴いてくれる人、うん、あれめっちゃ良かったですっていう人多いんですよ、うんうんうん、別にその人たちのために作ったわけじゃないです、僕はその後輩のために作ったとか、はい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 、そのめでたいちもその2人の新郎新婦のために作ったんですけど、うんうん、それでもいいって言ってくれる人も、うん、他の人がいいって言ってくれる、はい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 、誰か特定の人に、まあ、手紙じゃないですけど、うん、のように歌作った歌はすごいパワーがあるような気
がしてて、うん、逆にこうなんか不特定多数の人に向けて書いた歌って、はい、なんかすごいふわっとしちゃうんですよね、うん、対象が。わかります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 。なんか自分作ってて、うん、歌詞とか書いてて、うん、なんかふわっとしてんなっていうか、なんか抽象的すぎるというか、はいはい、はい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 、なんかそんな感じがするので。あ、なるほどね。特定の人のために作った方が、うんうん、例えば送別の歌、あの例えば僕の大学時代の友達で、うん、九州にあの働くことになって、うん、大阪から離れるっていう子がいたんですけど、はい、その子のために作った歌っていうのも、うん、結構パワーが、うんうん、あのすごいいいなって言ってもらうことが、うん、多かったりするんですけど、うんうん、まあ、それはだからその人特定の人のために作ったんですけど、うんうんうん、やっぱり他の人もそれを聞いてやっぱ共感する部分、響く部分っていうのが、うんうん、まあ、あるんだなって思うんですけど、うん、それも、まあ、不思議というか、うん、なんか面白いなって思うところでもあるんですけど。あー、なるほどね。何かそのね、まあ、楽曲を作る中で、はい、何かこう参考にしてる人とか、なんか憧れのところがあったりとかしますか？それはね、なんかね、はい、あんまないんですよね、うんうんうん、いや、もちろんミスチルとか、うん、まあ、スキマスイッチとか、うん、まあ、グレーパイもそうですし、うんうん、まあ、バンプとか、うん、まあめっちゃキャッチーやな、うんうん、めっちゃいいサビやなっていうのは憧れたりとか、うん、でもちろんそれはインディーズアーティストとかでも、うん、ライブで一緒になって僕が客席で、まあ、見ててやってるじゃないですか、うん、他の人が、うん、あ、めっちゃこれいいなと、はい、あ、真似したいなとか思う時はいっぱいあります。ああ、なるほどね、うんうんうん、で僕が、うん、あのライブを見てて、うんうん、うわ、もう聞きたいけど俺はもう早くこの瞬間家帰って曲作りてーって見てて思えるライブはいいライブだって思ってるなるほどね。僕はそういう気持ちになった時は、いや俺はいいライブを今見ているって 思えるとか思うようにしてます。はあ、そうなんや。それはビンビンにこう刺激が多分与えられてるんですよ。だから僕も一刻も早く帰ってほんま曲作りたいと思います、ね、はあ、そんなもんねんね。でもそうやってね、まあ、楽曲を作って、で、そこからレコーディングとかってどういう風なスタイルで撮っていくんですか？はい、あのレコーディングは、あの僕のサウンドプロデュースしていただいているあの方がいて、その方にアレンジとかレコーディング、ミックス、マスタリングまでお願いしております、はいはいはい、それはもう1ヶ月ずっと、その2013年からずっとそれお願いしている人がいるんですけども、でその方あの自宅スタジオに行きまして、うん、でまずあのガイドってなるあの仮歌を取りまして、はい、そこにアレンジ肉付けしてもらったものを、うん、に乗っけて僕が歌入れをすると、うん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 、で歌入れとコーラスとあとアコギを僕が入れるっていうスタイルです、ね。弾き語りで、うん、いつも僕は、うん、あのパフォーマンスしてるのが、うん、まあ、基本スタイルですが、はい、まあだから CD は、うん、まあ、バンドアレンジがほとんどですね、うんうん、そうですよね、はい。どうですか、なんかこういう風にしてほしいみたいな注文入れたりとかするんですか？あのね、うん、あんまないんですね。でもなんでかというと、その方が、うん、あのもうすごく僕のことを分かってくれてる、はいはいはい、いうこともあって、こういう感じやろと、そうそうそう、だから僕あんまり、あ、でもちょいちょいなんか、うん、あ、ここってこういう感じなのはなんでなんですかねとか、あ、はい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 、っていうそういう話はしてますけど、基本的には、うん、はもう上がってきたものが素晴らしいので、うんうんうん、もう基本そのままって感じ。はあ、なるほど、ね。例えばそのなんか、うん、あのストリングスが、ストリング入ってる、うん、そのなんですか、打ち込みのストリングス、うん、この間もあったんですけど、はい、ストリングスのストリングス入ってるんですけど、ここってなんか生ストリングスにできたりとかしますかねみたいな、うん、結構な注文やね。でもそれはなんかその方の知り合いの方で、うん、はい、ストリングスとかバイオリンとかやってる方がいるんで、うん、で差し替えてもらったりとか、はい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 、面白い。だから僕はあんまり、だから、うん、そう、注文こんな感じでっていうことはあんまないですね、うん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 、曲ができるまでってどれぐらいの時間とかかかっていくんですか？それは骨組みのやつですね。骨組みの、まあ、0、1とか、あの0から1に行くのは、うん、僕本当にメロディーは結構すぐできるんですよ、うん、とかよく言われることですけど、うん、結構その暗算なメロ曲というか、つるってできた曲の方がいいってよく言わないですか？はい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 。で、なんか、うん、僕も結構そう思ってて、うん、結構バッてできた曲の方がいいような感じするんですけど、はい、僕はだからそっからなんですよ、うん、歌詞を書くのもめっちゃ時間かかるんですよ。トータルで含めるとめっちゃ時間かかるんですけど、うん、曲だけだったら、うん、
まあやろうと思えばすぐできる。もうストックはめっちゃあると。ありますね。あとはもうそこに載せるものが。そうそうそう、そういうことです。まさしくそういうこと。もうそれこそもう心が震えないと。そうですね。まあなんかテーマがある、あるで、あこれ歌いたいなっていうのはあっても、うんうん、なんかドローストックというか、はいはいはい、どういう言葉のチョイスからどういう世界観でいくかとか。そうですね。だからどういう曲に乗せるかみたいなのもありますし、まあ本当にこうガッとこう組み合わせですよね。そうですね。あーで、まあ、なるほどね。組み合わせ、そうそう、だからさっきおっしゃったみたいに、うん、言葉を選ぶとかも、だから僕はその歌詞が一番時間かかる。あーなるほど、ね、それも集中して今日絶対書くと、うん、だから3時間から5時間かけてどっかスターバックスかなんか行って集中して書く、うん、それもなるほど。はあ、面白い。いやだから僕ほんまでも曲作るの大好きなので、うん、僕一生曲は作ろうと思ってますけど。あそう、はい、曲作るの好きです本当に。だからまあ時間かかるんですけど、うん、もう楽しくですね。やっぱりあもうできたと、まあ、曲メロディーができた時も嬉しいですけど、うん、まあ歌詞もちゃんとついたという瞬間は最高ですよね。はあ、それなんかどういう感じなんすか。なんか宝物探してるような感じですか。そうですね。まあだからうーんってほんま無駄いながら、うん、なんかあなんかいろいろバーって書いて、うんうん、自分の言いたいことをまず僕はノートにバーって書くんですよ、うんうん、単語レベルでバーって書いて、でそれをなんかこれは使えそうだっていうのをずっと貯めといて、だからそれをなんか2番とかで、うん、あこれ前あったなこの言葉って、うん、これバーってきたりとか、で同じような言葉、意味合いの言葉でもいや、うん、よく考えてみて、いや俺はこのニュアンスじゃないなと、うん、だからこの言葉ではないみたいな、はあ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 、同じようなこと言っててもですよ、同じような意味合いの単語だったとしても、うん、こっちじゃなくてこっちやなとか。あその時辞書を引いたりもするんですか。あ僕はねネットでねよく使うのは類語ですね。類語、あ類語、類語辞典、ほうネットの、ほう例えばあの走るっていう言葉の類語っていっぱいあるじゃないですか、うん、かけるとか、うん、なんかダッシュするとか、うんまあ、そういうのを結構見て、うん、あなんかいいのないかなみたいな、言葉僕が走るって意味合いの言葉ここに入れたけど字数が合わないと、うんはいはい、走るやったら、うん、だから他のなんか言い回しないかなとか言い方ないかなとか結構類語でよく見ますね。はあなるほどなるほど、お面白で、みんなが分かる単語言葉フレーズだったりとか。そうですね。まあで面白そうな、うん、別に分かりにくい、まあ、分かりにくいというか、まあ、あんまり使わなくても、うん、なんか使わない言葉でもこれ面白そうな言葉だなって思ったら、うん、それを入れてみたりだとか。はい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 、まあ、現実は伝わるようには面白く作るんですけど、うん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 、でもあんまり分かりやすいことばかりやったらちょっとなんか陳腐な感じがしちゃうので、そのさじ加減が面白いんですよね。ああなるほど。だからなんかいかにこうあのただのなんか作文みたいにならないか、はいはいはい、歌詞ですから、はいはい、まああのごんべんにてらっていう、はい、ポエム的な部分をこう、はい、うまいこと入れるか。ああなるほどなるほど。っていうのはやっぱありますね。うわぁ、いろいろ考えてるねぇ。なんかだから、例えばなんか、あれよくあるじゃないですか、なんかバンドさんとかでも、なんか刺繍みたいな。はいはい、ありますね。なんか刺繍にしても、うん、まあいけるような。恥ずかしくないような。そうですね、いけるような、うんうん、刺繍としてもなんか、うん、あの、ちゃんと成り立つようなことを使いたいな、はいはい、だからそういう歌詞を作りたいなとも思ってますけど、それやりすぎるとわけわからなくなるんで。ああなるほどなるほど。でちゃんとそれかつちゃんとストレートにも、はい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 、ストレート気味に伝わるように。はあなるほど、ね、そのせめぎ合いが難しくまた面白くなるっていう感じですね。面白い。さてここまでね、はい、伝え大志くんの楽曲制作、はい、どうやって作られているのか、はい、いろいろと掘り下げてお届けいたしました。はい、めちゃめちゃおもろかったです。ありがとうございます。次は、はい、イベントについて第3弾でお会いいたしましょう。はい、お願いします。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。また動画作成の励みになりますのでコメントもお待ちしております。そして紹介してほしいアーティストがいましたらぜひ教えてください。じゃあまたねー。